嫌いだった。ものすごく嫌いだった。で、誰にもそれは絶対に言わなかったし、隠すって言っても、まあ、親とかは知ってたとは思いますけど、誰にも相談しませんでした。うちの旦那さんが私のもう凍り切った心をパカンと開けてくれたんです。どん底の時期、何かを変えなければとカナダへ語学留学した時に出会ったのが、自分とは真逆の性格を持つエルトンさんでした。当時エビの行商人だった彼のもとへ押しかけ結婚。家賃300ドルの部屋から始まった結婚生活でしたが、彼は現在の会社に見習いとして就職し、努力を重ねて今の地位まで駆け上がっていきました。未来を切り開くエルトンさんとの生活で涼子さんは変わったのです。フィットネスを始めたことによって、過去の自分から、克服して、自分が嫌いっていうトラウマ、自分のことはダメだと思うことから解放されたっていうのが私にとってフィットネス なのでとっても大事なんです。それはで、それを今仕事としてやるのはなぜかっていうと、それをシェアしていきたい。もう全てほとんど自分のことが嫌いで、変えたいって思ってみんなジムに来る。どうして痩せれないとか、なんでポジティブに考えられないとか、もう全部わかります。今こうだって思ってる自分は変えれるんです。自分自身のため、そして自分を慕う生徒に思いを伝えるため、46歳の今、厳しいトレーニングで自分を追い込み、体を鍛え上げ、ボディビルの大会に挑戦するのです。So you know you've done a lot of the preps and you've put in the work. So take pride in that you're showing up in peak shape, right? I think the most important thing is to have fun so your personality comes out on the stage. I will. Thank you. Yeah, of course. 気合入れてきます。そういう、過去といいますか、日本にいらっしゃる時の思いあったんですね。そうですね、それは知らなかったです。あ、おそらく親は知ってるんじゃないかなって涼子さんおっしゃってましたけども、明るかったからね。自分一人で抱え込んでたんですかね。そうかもしれないですね。いろんな不安を抱えて、ね、その時に行ってるんですよね。実は前向きに行ったんじゃなくてね、行ったらご主人と出会って、そうですね、留学が終わって帰った時に、はい、エルトンが結婚したいからって追ってきたんですよ。あ、そうなんですか、日本に来られたんですか、エルトンさん。その時初めて私は聞いたんだけど、家内はちょっと前からそういう話を、主人にはまだ話してなかったんですけど、はい、からびっくりしたんですよ、こっちは。そうか、なんでお父さんには言ってなかったんですか。お父さんは反対すると思ったから。そうか、どうなりました、それ。エルトンさん、何としても結婚したいって言うから、ね、もうしょうがない、それで降りる以外はなかったんです。物分かりいいじゃないですか、お父さんね。はい、はい、まさかここまで来るとは私も思わない、大会当日、会場には頂点を目指すアマチュアボディービルダーが世界各国から400人以上も集まっていました。大会は筋肉量などを競うボディービル部門からスタート。女性も鍛え上げればここまで筋肉がつくのです。涼子さんがエントリーするのは、女性らしい筋肉美を競うビキニ部門のコンテスト。今年は自分で実感で、去年よりも頑張れてる自分をしっかり認識できてるんで、もうそこでもう OK、 もう超楽しいです。涼子さんが出場するビキニ部門が始まりました。ご主人のエルトンさんも会場で応援。わずか数十秒のステージで、今まで鍛え上げた肉体を全て見せきらなければなりません。いよいよ涼子さんの出番です。
ビザハート。パワー誰かと、パワー誰もが、パワーヘイ。関西の力は人の力。笑おう、前を向こう。それが世界に誇る関西のパワーだ。ムーブザ関西、動き出せ関西の力。関西電力。パワービズハート。毎日何度もとことんチェックする。何があっても守ってみせる。必ずやり遂げる。暮らしに欠かせない電力をお届けするために、火力、水力、原子力などさまざまな電源を確保し、安定供給に努めていきます。関西電力。あなた、私は餃子マン。餃子マン、味の素の餃子が2つになった。王道のうまさと新しい生姜味、うまそう。あ、いるし2つの味餃子、おいしい。うまフレッシュフローズン。東名集中工事のお知らせです。10月6日までご覧の区間で車線規制を行っています。渋滞が予想されますので迂回をご検討ください。ウェブサイトで渋滞予測などをご案内しています。絹のように味滑らか、絹醤油山さ。ロコンドは返品送料無料なので自宅であれこれ試着できるんです。そういう大事なことはもっと大声で言いなさい。返品送料無料、もっと返品送料無料、自宅で試着気軽に返品。靴を買うならロコンド。世界アマチュアボディービル大会ビキニ部門に出場する涼子さん。いよいよ涼子さんの出番です。若い女性ビルダーたちに混じっても引けを取らない46歳を迎えた涼子さんの鍛え上げられた肉体。短い時間の中全てを出し切りました。審査結果はすぐに発表されます。 Here we go, top four. Fourth place award, number 420, Maria Music.次々と呼ばれる入賞者の名前ですが、そこに涼子さんの名前はありませんでした。結果は7位とはいえ、世界大会でこの成績は立派です。翌朝、再びトレーニングに励む涼子さんの姿がありました。日本を飛び出し20年、カナダで生まれ変わり、新たな人生を歩む娘に、両親から届け物です。ご両親がちょっと届け物を扱ってきたんで、どうぞ。このカバン、パワービズハート。給湯器を変えるとお得、エコキュートに変えるとお得、エコキュートに変えるとお得、エコキュートに変えるとお得、お得、エコキュートに変えるとお得、エコキュートでお得。電気の給湯器で光熱費がっつりお得、快特エコキュートキャンペーン中。もっとハッピーよ関西電力。お得。いただきます。の前にオリーブオイル。
エクストラバージンを一かけ、チーズを混ぜて、おいしい。よかった。一かけでグッとおいしい。味の素オリーブオイルエクストラバージン。J オイルミルズ。世界最大のビルで大事件発生。家族のためなら何でもやります。イエーイ。この建物史上最大に。でかい。この救出史上最高に。やばい。スカイスクレイパー。 A-Team、 結婚式を考え始めたらブラフェスに行こう。人気の式場をまとめてチェック。理想の結婚式がきっと見つかる。9月29、30マイドーム大阪にて開催。ブラフェスで検索。イエイ。あと引っ越しセンターへ。引っ越しはアート。ミッキーマウス90周年記念デザイン、アートオリジナルボトルもらえる。詳しくはウェブで。そう、彼女はブランディアにすべきでした。冬が来る前にコート、ダウン、ジャケット買取強化中。交渉いらずのブランディアに。今なら買取金額 10% アップ。そう、彼女はコート、今が売り時。ブランドウールならブランディア。この下地ファンデが密着、さらに内側から輝く。つるん、マキアージュの下地ならつるんと滑らかな肌に。誕生、つるんと仕上がる下地。ご両親がちょっと届け物を扱ってきたんで、どうぞ。このカバン。名古屋の一番おいしいラーメン。ああ、これ。うわあ、すごい。これスープ飲みながらラーメン。ここラーメン、ここね、ここスープだ。こうガーッといけるやつですね。届け物はふるさと名古屋の名物ラーメン。大会に向けずっと節制してきた娘に送る一番の好物です。もうすごい美味しい。もう地元の味です。名古屋の家の味じゃないですけど、なんか思い出のいっぱい詰まった味です。ありがとうございます。4ヶ月ぶりの美味しい食事です。ただよし、美味しそう。ありがとう、スガキヤ。めっちゃ久しぶり。うん、おいしい。あ、めちゃくちゃおいしい。めちゃくちゃおいしい。カナダで幸せな家庭を築くことができました。心配しないでください。私は大丈夫です。元気で、できるだけ長生きしてください。早く日本に帰って話がしたいです。ありがとう、愛してます。お父さんお母さん愛してます。ありがとう。うん、もう本当にポジティブで、もう長生きしてくださいということですけど、確かにもう50が近いですしね、うん、もうちょっと自分の体休めてほしい。どこまでできるかわからんけどね怪我とかしなくてやってもらえばいいんじゃないかな、ね、ヘルトとね、うん、そうですね。次回のお届け先はカナダ。ここに恐竜の研究に人生をかける日本人がいます。両親からもらった一冊の恐竜本に魅了された彼、16歳で海を渡り本の著者の博士に弟子入りをしたのです。以来ずっと研究に没頭する息子に母から届け物。この番組はパワーウィズハート関西電力の提供でお送りしました。